アギナシは、オモダカかオモダカ族の中水性の多年層。葉は、ネセイ、発生初期は、ヘラ状の葉を中心に形成するが、次第に矢尻型の葉をつける。カキは7から10月で、最大100センチメートルになる家系に、3枚の白い花びらを持つ花が輪生しまばらな穂となる。穂の上部に、大花、下部にメ花、大花には、黄色のオしべ、メ花には、 緑色のメシベが共に多数ある。果実は翼のあるトーラン形。また、夏頃から傭兵の規模に大きさ3から6ミリメートルほどの小さな海形を多数産生する。この海形によって栄養繁殖と越冬を行う。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、山間の湖障や湿地、ため池、放棄水田等に生育する。 世界では、朝鮮半島に分布する。同族のおもだかと類似するが、アギナシは総デーダを作らず、根元に粒状の階形を多数形成する一方で、おもだかは総デーダを出し、その先に階形をつける。また、アギナシは、普通家系は、葉より高く慎重する。その他、おもだかでは、矢尻形となる葉の側レッペンの先が鋭くとがあるのに、対して、アギナシでは、 ガワレッペンの先が微細な円筒となるという特徴もある。しかし葉の形態には変異が大きく、決め手とはなりがたい。また、アギナシはアゴナシの名の通り、矢尻がでないヘラ状の葉をつけることも多いが、同様の葉は、オモダカでも見られるため、ヘラ状の葉のウムでは区別できない。純絶滅器具。ありがとうございます。